吉田31打席ぶりの凡退。こちらすでに貼られた画像、とんでもないことになっています。あ、頭おかしい。これもうわかんねえな。これは三振しない男、おいおい西武戦か。そんな晩年の西武戦やないんやから凄すぎる。今のも少し左右に逸れてたらタイムリーツーベースだよな。さすがパリーグ最強打者。ほんまメジャーリーガーやな。てか今のもヒット性やし。ただしなおまでが好調すぎるから村上が目立つな。これだけ楽勝が続くといざれ姿勢になった時にそのまま飲まれちゃいそうで怖いわ。11打席ぶりの凡打と稼働なっとるんや。村上も吉田くらい振ってけよ。エキシビションなんだから今度こそメジャー行くべきだったな。メジャー宣言して書いてなくてふてくされてたやつより行けたかもしれん。こいつが4番じゃない理由、三冠王じゃないから。村上4番の方がなんかおもろいから。なんか四球多くね。吉田 W、 大谷村上の後に見ると小さなんやこのバッター。手表マウソレで打つんやが、メンタルもオリックスで鍛えられてる。吉田までに出塁するやつとアウトになるやつが毎度同じなんよ。ご視聴ありがとうございました。